パシフィックグランプリは1994年と1995年に TI サーキット間で開催された F1 のレース。開催地の TI サーキット間のコース図1994年と1995年の2回開催された。F1 は原則として年間一国一開催であるが人気のある国や収益が見込める国などにおいては 同国内で2から3レースが行われる場合がある。この際、2つ目以降のレースにはその地域や隣国などの名称を関することになるため、日本の場合は太平洋を意味するパシフィックが完成られた。T.I. サーキット間の経営母体の田中インターナショナルの社長である田中はじめによるバーニー・エクレストンへの働きかけにより1994年に、 初開催されることとなったが、日本における F1 ブームの沈静化、サーキットの立地及び交通アクセスの不便さ、さらには1995年1月に発生した阪神・淡路大震災の影響を受けた開催日変更を受けて、特に1995年の観客動員は不調に終わり、さらに田中インターナショナルの資金繰り部長も重なり2回の開催で中止となった。 開催当時、サーキット周囲の道路網は未整備であり、開催に向けて岡山県の協力のもと、急ピッチで道路整備が行われたが、部分的な整備に止まった。そのため、一般車両の通行を制限して、シャトルバスによるピストン輸送を行い、渋滞を引き起こしたものの、観客に大きな混乱はなかった。またサーキットが山間部にあるため、周辺に、 商業施設や宿泊施設、レストランがなく、レース関係者も車で20分ほど離れた湯の号温泉の旅館や中規模のホテルなどに宿泊した。和風の畳部屋で、束の間の異国体験をすることになった。サーキット自体はコンパクトで全長が短く、抜きどころが少ないため、参加した F1 ドライバーからは、ミニモナココースと評された。 詳細は1994年パシフィックグランプリを三勝開幕第2戦として4月に開催。第3戦3割の GP で自己死したローランド・ラッツェンバーガーとアイルトン・セナの日本での最後のレースとなった。詳細は1995年パシフィックグランプリを三勝前年同様に4月に開催される予定であったが同年1月に発生した阪神。 淡路大震災による影響が考慮され、10月に延期。その結果、第16戦の日本グランプリとの2連戦となり、過去の F1 でも珍しい一国2週連続開催が実現した。しかし、2週連続開催により、双方の感染客に食い合いが生じる結果となった。この年も開催が予定され暫定カレンダーにも載っていたが、FIA 側が、 従来の予定通り春を希望したのに対し、サーキット側が準備が間に合わないとの理由で前年同様秋を希望したため日程の調整が叶わずカレンダーより削除された。ありがとうございます。